時は戦国時代後期。偉大な祖父松平清康を超える領主となることを大使に掲げる松平元康は、尾張の織田信長と同盟を結ぶ道を選び、今川白二州の切り崩しに動いた。永禄3年から永禄5年にかけ、吉良義明、宇土の長照、牧野成貞、小原重実といった今川派諸将との戦いが続き、ついには大軍を率い三河に入った今川家当主今川氏真を撤退させる戦果を挙げる。氏真の撤退を機に東三河の制圧へと動きた家康であったが、戦に次ぐ戦の弊害が本領西三河で起きてしまった。幽閉していた吉良義明が手薄となっていた北条女王の一人挙兵、またかねてより家康の強引な戦略に反対していた酒井忠直や桜井松平も反旗を翻した。さらには浄土真宗寺院の蔵が荒らされたことをきっかけに重税に苦しんでいた一向門徒らが一斉に蜂起。その中には八谷貞次や渡辺守綱といった松平家臣の姿もあり、本願寺派による一向一揆の拡大を何よりも恐れた家康は、浄土宗の教えである本義江戸権宜浄土の言葉を馬印に一向門徒との戦いを決断。永禄7年1月、馬頭ヶ原の戦いで八谷や渡辺らが率いる武闘派門徒衆を壊滅させたことで一向門徒らの士気は低下し、翌2月に和議が結ばれ、一騎勃発からおよそ三月でのスピード決着となった。一方その頃、東三河の抑えを託されている酒井忠次は、今川領最前線の出城である八幡砦の攻略を練っていた。お、本田殿、ナムナム坊主らを追い払った、そうじゃな。ああ、拙者の奇策にかかればちょらいもんだぜ。酒井忠次殿の策だと聞いたが。違う、最初に奇襲策を思いついたのはそれがしじゃ。まあそうしておこうぞ。これ、団子じゃ。変わった団子じゃの。みたらし団子と呼ぶらしい、妻特製の団子じゃ。殿の母君、お代の方様、特製の団子にござるか。さぞ、うまかろう。ああ、うまいぞ。隠し味にマムシの血が入っているそうじゃ。マムシの血が。どうした、勢力倍増じゃぞ。遠慮なく食べるがよい。そろそろ軍議の刻ですな。向かいましょうぞ。おお、そうじゃな。作左衛門、殿から感情が届いておるぞ。なんと、事業を数をいただけると。一向一揆に加担する本田一族が多い中、松平を見限らず戦ってくれたことを殿は何より喜んでおられる。そういや、忠勝も収支替えをしたと聞いたが。ああ、石川数正もそうしたようじゃ。一揆に加担した夏目殿も収支替えをしたことで許されたと聞いたが。うむ、殿は心の広いお方じゃ。信長殿だったら即刻打ち首であろう。であろうな。前話のことはそのくらいにして軍議に進もうぞ。そうじゃな。おっと、その前に五代のこしらえた団子じゃ。マムシの血が隠し味ぞ。あとでいただくこととしよう。それより以前お伝えした策は覚えておられますや。今川氏真を牛久保城からおびき出す策じゃな。それはもう終わりました。そうか。なんじゃったか。では奥三河の情勢も踏まえ再度お伝えしまする。永禄5年秋に今川氏真が三河を撤退したことで今川派国衆や地侍らの士気は低下。そこにつけ込み野田城の菅沼貞光殿が売城の近藤為持を寝返らすことに成功。貞光殿は親類である西郷家の給料回復を狙い、西川の館を改修させ、城都市いとこの西郷清和殿を入れ散った西郷党の参集を進めている。一方牛久保城の牧野成貞は東に乗せ取りで、北に巻き取りで、西に宮下取りでを築き徹底抗戦の構え。我らの目下の狙いは濃郡入り口を塞いでいるこの八幡取りでの攻略。首相は今川家臣板倉重貞。幾度と東隊を弾き返してきた戦上手な強者、団子は後にしてください。すまぬ。で、我が西の郡州は八幡取りでを攻めるのですな。いえ、領導をお願いしたいのです。領導、難しそうじゃな。至って単純です。菅沼隊と西郷隊がこの乗せ砦を狙う動きに出ます。久松殿の隊は稲城のこの2日後、酒井忠次の策が動き出した。酒井の要請に応じ西川城に参集した菅沼隊は西郷隊とともに吉田川を溶かし乗せ砦に向け進軍。一方上野郷城を立った久松隊は稲城で本田隊と合流すると巻き砦に向け進軍。この動きはすぐにも牛久保城に届いた。殿、各砦からのろしが上がっております。敵襲であろうかと。何、どの砦からだ。野瀬と牧の砦からに。敵は複数おるということか。成貞殿、石膏からの知らせが入った。敵の狙いは牧砦と野瀬砦じゃ。やはりか。して数は侮れぬ数じゃ。
東の野瀬には菅沼野菜号らせん、牧には上の坊城の久松隊を筆頭とする保衛衆2500と聞いた。なるほど、まず菅沼野菜号は陽動であろう。奴らの狙いはこの牧砦を潰し大和砦との連携を立たせることだ。うむ、いかに動く。野瀬砦には稲垣長重を入れておる。攻められても今の守兵の数でも竹馬得られよう。されど巻き取り手には300もおらぬ。重本は500を率い巻き取り手に入ってくれ。承知した。あと八幡砦の板倉殿にも援軍要請を。ああ、早馬を飛ばしておく。山本、あ、そなたは吉田城に向かい小原殿に援軍を入れてもらうよう走ってくれ。心得ました。松平隊による砦攻めを知った牧野成貞はすぐにも援軍を動かした。牧野の要請を受けた八幡砦の板倉隊も500を引き砦北に布陣、両軍は睨み合う構図となった。砦の守備兵も合わせざっと1500といったところですな。まんまと連れたの。ええ、牧野にとって牧砦では本領を守るための生命線ですからな。ほう、手相がわかるのか。手相の生命線ではありません。犯されてはならない砦であるということ。これ団子でもどうじゃ。聞いてないですな。その頃元略事情の酒井忠次に情報が伝わった。そうか、八幡砦から500動いたか。はっ、首相板倉重佐が自ら援軍に向かっております。よし、策はなせた。皆の者出陣じゃ。おう。知らせを受けた酒井忠次は兵千を率い元略事情を断つと八幡砦を目指し全速力で隊を進めた。その一報はすぐにも板倉重佐に届けられた。が、岩脈事情の境が動いたじゃと。はっ、その数千を超えるとも。まずい、砦には200も残しておらぬ。急ぎ砦に戻らねば。勝手に戻っては巻き取りでも危うくなる。牧野重元殿に伝え了承を得てから動く。そなたは八幡砦に戻り守兵らを鼓舞するのじゃ。かしこまった。巻き砦の援軍に駆けつけたばかりの板倉重佐もすぐに戻ることができなかった。しかし幾度と松平隊の攻撃を弾き返してきた八幡砦だけに守兵の士気は高かった。弾がなくなるまで撃ちまくれ。深い堀にあの鉄砲の数、砦を落とせたとしてもこっちの犠牲は甚大となるぞ。うむ、あの士気の高さは首相板倉重貞が戻ってくると信じておるからであろう。その板倉を撃ってしまえば。ああ、重次殿、別動隊を任せたいが。別動隊といえば作材も任せておけ。足軽400を託すぞ。うむ。その日の夕刻になり久松隊に動きがないことから板倉隊の帰還が認められ、板倉重貞はすぐにも八幡砦に向かった。まだ耐えておるのじゃな。はっ、殿のお戻りを信じ必死に戦っております。さすが我が家臣だじゃ。よし、休んでいる暇などない、すぐにも出立ぞ。と、殿、北より敵襲です。副陛下、数は暗くてはっきりとは分かりませぬが、こちらと同数くらいは。いかん、急ぎ隊列を整え応戦するのじゃ。ははっ、ははは、混乱しておるな。よし、板倉重貞の首を上げよ。逃すでないぞ。本田重次の奇襲は見事に成功し、板倉隊は混乱に陥った。これはダメだ、八幡砦まで逃げる。物ども暗闇に紛れ砦まで落ち延びよ。そう崩れとなった板倉隊は軍を脱ぎ捨て一目散に砦に逃げ始めた。よし、砦が見えた、もうひと踏ん張りぞ。ぐぐぐ、おあいにく様。お、ここにも副兵が。その兜、板倉重貞殿でよろしいな。違う。違わぬわ。ぐぐ、お貞殿、大手柄ぞ。肋骨に鞭打ちましたわい。ははは。この首を早速使わねばじゃな。ええ、夜のうちに八幡砦での門前にさらしておきましょう。翌日、板倉重貞の亡骸を確認した砦兵は戦意喪失となり、酒井忠次からの要請に応じ砦を開け撤退していった。忠次は八幡砦を破却し元略事情に帰還。陽動隊もまた本領に撤退となり、八幡砦の戦いは松平側に軍配が上がった。この翌月には松平家康と本願寺派信州門徒との和議が交わされ、家康が再び東三河に侵攻してくるとの噂が駆け巡った。これらの情勢は逐一駿河の今川館に届けられていた。またも三河からの知らせか。三河など後じゃ、それより遠江を沈めねばならん。そうではありますが、家康は一向門徒らとは僕したとのこと。し
今少し時を要すると思っておったが、はい、ゆえに家康が再び東三河に攻め込んでくるのではと小原殿は危惧しておられるのです。案ずるな。小原重実は北条玄庵を凌駕する奇策を立てる将。それは誠に玄庵殿から、誠素晴らしき将を吉田に配備させておりますな、と文をよこしてきた。誠ですな。そんなことよりも尊海だ、まだ安友は来ぬのか。間もなくかと。氏真様、遅くなりました。待っておったぞ。で、状況はどうなんだ。はまず二俣城ですが、昨年東家離反の疑いで自害した松井宗近に代わり、同族の松井宗常を城主とさせ、当家に侵入するとの意を得ております。その北の乾城も城主天野景康が殿の祭りごとに不服を訴えたため、当家派の所流天野藤秀殿が討伐し静まっておりまする。厄介なのはさらにその北の高根城主奥山義兼、義兼も当家離反を訴えたため、同族奥山貞友殿が討伐に動くも堅牢な城の攻略に難航しておりまする。高根城は山奥だ、さほど触りはない。問題は街道の方だ。ははは、殿が危惧されておられるはこの引間城の井之内辰殿と見附派城の堀越氏氏信殿でしょうが、どちらも粘り強く交渉を続けておりますが、やはり三河からの撤退側を引いており、世の落ち度と申すか。それしか心当たりがなく。うるさい。堀越氏信は今川一門でもあるから、引き続き名代を立て説得を続けよ。されど井之内辰は討伐に動け。ははではすぐにも。遠州狙撃と呼ばれる遠江国衆らの今川離れの影響もあり、今川氏真は三河の国のことまで手を回す余裕はなく、結果家康は一向一揆鎮圧に全力を注ぐことができた。八幡砦を落としたとの報を受けた家康は奥三河への街道を塞ぐ奥平氏の討伐に動き、亀山城主奥平定義はたった数ヶ月で一揆を鎮圧させた松平軍を恐れ、降伏条件を全て受け入れ松平の軍門に下った。仕置きを一通り終えた家康は帰路の山中城を宿営の地と定め、兵を休ませた。それがしの方が上にござる。たわけたことを。そなたは経験が少ない、場数が違いすぎるわ。場数ではない、質であろう。質じゃと太さかい、それとも長さか。太さも長さもどちらもそれがしの槍が上にござる。ほう、槍で例えるとはな。洒落たことを申すの。例えではない。二人ともやめるか。何で言い争っておるのじゃ。槍働き。槍はわかるが、おなごとは何じゃ。おなごの扱いは田中津よりも上じゃ。表情が始まるぞ。ああ。皆の者、こたびもよう働いてくれた。奥平を味方にできたことで、奥三河は一部の鈴木一族を除き当家の支配下となった。これで菅沼や西郷、そして別動隊の酒井らも背後を狙われる恐れが消え、憂いなく牧野や小原に当たれようものぞ。我らの次の狙いはいよいよ登場上の吉良義明ぞ。殿、栄忠次殿が参られました。ほう、南略事情を離れてまで来たとはよほどの知らせなのであろう。すぐにここへ。は。殿、奥平を屈服させたる件誠に助かりまする。一向門徒を黙らせた効果は絶大だの。亀山城に詰めた奥平兵は500もおらんかったぞ。それが最大の要因でしょう。されど今川氏真が何もせず撤退したことも東三河の国衆らに大きな影を落としております。今川のご詰めが全く当てにならぬことを当主自ら体現してしまったからな。仰せの通りに遠江が荒れておるのもまさに当主の器量に見切りをつけたからに他ありませぬ。忠次、何やら土産話でもありそうな顔をしておるの。何もかもお見通しですな。さあ重貞殿、入られよ。はお初に良いを得ます。二連議城主戸田重貞にござな。なんと戸田宗家の重貞殿とはわしが松平家康だ、当家に内通するべくここに来たのですな。はその通りにござる。当家と戸田家は遡れば共に八幡太郎吉家公に通じ、これまでも幾度と婚姻同盟を結んできた間柄、この先手を取り合うことができるならご先祖様も喜ばれよう。ありがたいお言葉。松平殿と手を結ぶ上での最初の土産がこちらになります。これはもしや吉田城の絵図。いかにも廓の配置、長屋の数、武具庫や櫓の位置、堀の深さや板塀の高さも詳細に記してござる。なるほど、これはありがたい。二つ目の土産ですか。この田原城代の朝比奈元友ですが、遠州での騒乱に伴い本領に戻ったとのこと。代わりの将はまだ当てが割れておらず、今なら厚見軍の制圧はたやすかろうかと。これは良いことを聞いた。重貞殿、そなたの望みは何だ。
松平殿のお力で東三河から今川派の者らを駆逐していただきたい。それだけか。領土については二連儀の安堵だけで十分にござる。ただただ領民だに平穏な暮らしをさせたい一心。重貞殿のお気持ちようわかりまする。それがしの手にて必ずや今川白二州を三河から追い払ってみせまするゆえ、時が参るまで待っていてくだされ。はは。忠次、西三河の残党を退治した後東三河に動く。それまで戸田殿を通じ諸々の調略を進めておいてくれ。はは、心得ました。半蔵、ここに戸田の申したことが誠かどうか知りたい。田原城、そして厚見軍の情勢を調べておいてくれ。承知に。松平家康と今川氏真、両当主の器量差が浮き彫りになったことの影響は三河や遠江に限ったことではなかった。そうか、飛騨の姉が工事継ぐよりが動いてきたか。はい、飛騨の国は本店と関わりないしゆえ詳細は割愛しますが、姉が工事と敵対する絵馬時森より援軍の要請が入っております。はい、わかった。ところで弟源五郎は息災でしょうや。武藤騎兵のことじゃが。そうでした、武田の一門衆武藤家に養子に入ったのでしたな。騎兵はそなたに負けず劣らずの才を持っておる。いずれ当家を支える重臣となろうぞ。親方様のそのお言葉を早速父に伝えたいと思います。きっと泣いて喜ぶでしょう。ははは、行綱は涙もろいやつじゃてな。真田あっての武田、わしがそう申していたと行綱に伝えるがよい。はは、ありがたきお言葉。では信濃に戻ります。うむ。信綱が来ておりましたが、上杉輝虎に動きでも。いや、飛騨の絵馬から援軍を入れてほしいとの知らせぞ。そうでしたか。それよりこちらを。遠江高根城の奥山じゃと知らぬ。遠州北部の国州で、高根城は信濃との国境にほど近い城にございまする。城主奥山義景は今川氏真殿の祭りごとに不満を訴え従属を解消。それを不服とした一族の奥山貞友が乾城の天の藤秀の力を借り高根城攻めを行っていると。つまるところ今川派の隊に攻められておるで助けてほしいと申してきておるのか。そうなりまする。はあ、いよいよかもしれぬな。いよいよとは。今川氏真の器量では駿河遠江いや駿河一国ですら統治できぬ。今川との同盟を保護にされる。まあせくでない。じゃが尾張の織田信長からこんな文が届いた。織田信長です。信玄入道殿。親方様に対し入道呼ばわりするとは。間違っておらぬゆえそこは流せ。はは、は、自称尾張国主織田信長だ。ははは、わざわざ自称などと書かぬでもよかろうに。一行ごとにツッコミを入れるな、無駄に尺が伸びるわ。はは、は、居城を清須から小牧山に移したことは存じておろう。無論今葉山の斎藤を滅ぼし美濃の国をいただくためだ。俺が美濃を得たとなれば武田領の信濃に接することになる。無駄に信玄殿といさかいを起こしたいとは思っておらぬし、信玄殿とて兵を回す地が増すだけで益はなかろう。そこで一つ提案なのだが、武田と織田両家が盟約を結び美濃の国を切り取り次第に侵攻ってのはどうだ。東濃は水源も多く豊かな地と聞く。悪い話ではないと思うが英断を待っておる。な、何様なんじゃこの信長ってやつは。まあ怒るな信房。こんな無礼な書状は見たことがありませぬ。文脈にトゲはあるが悪い話ではない。お、親方様待ってくだされ。織田と盟約を結ぶとなると、すでに織田と同盟しておる松平も味方となりまする。そうなると松平と敵対している今川との関係が崩れまするぞ。それゆえいよいよかもしれぬと申したのじゃ。今川と手を切り織田と結ぶと。手を切るだけじゃない。もしや駿河を。それ以上口にするでない。誰が聞いているともわからぬ。ははは、懸念すべきはせがれよ。義信様の奥方は今川義元公の娘であり氏真殿の妹ですからな。ああ、せがれも26。わしの方針を素直に聞き入れるかどうか不安じゃ。義信様の森役おぶ殿からうまく説得させるのはいかがに。武骨な虎政に務まるかの。親方様から直に義信様に伝えるよりは穏便に進むかと。そうじゃな。遡ること天文23年、武田晴信今川義元北条氏康の三党首により結ばれた高層寸三国同盟も10年が過ぎ、徐々に同盟崩壊の音が鳴り始めた。その年の夏、情報収集、調略、戦略、様々な根回しを終えた松平家康は、ついに東三河攻めに動いた。その初手は、東三河における今川方の中枢、吉田城への攪乱であった。おお、戸田殿、ウグラグラの管理も大変であろう。何の何の、
武具の整備は拙者の務め。一通、松平安賀沼が攻めてくるかもわかりませんゆえ、常に管理しておかねばと。良き心がけぞ。父もそなたの忠義の姿に感じ入っておった。恐縮に。そうじゃ、牧野成沙殿より、地侍らの人質が逃げておらぬか、確認してほしいと頼まれておった。人質らは北の長屋ぞ。は、では確認してまいります。うむ。母上。おや、知れ差がではないか。時がない。すぐにこの荷箱に入ってくる。は、私をどうするのです。城から逃がすのです。さあ急いで。はいはい。こうして戸田重貞は人質として吉田城に入れられていた母を荷箱に入れ、城の南門を目指した。確認は済んだのかな。ああ、問題はなかった。ならばよい。ところでその荷箱には鉄砲が入っておるのか。この中は空じゃ。やけに重そうじゃが、開けてみせよ。急ぎますゆえ。開けよと申しておろうが。うっ、縛り上げ、荷箱に詰めよ。はい。城を出る際に南門に細工を忘れてないぞ。はい。戸田重貞は人質の母と小原重貞の嫡男小原実明を連れ二連議場に帰っていった。実明の姿が消えたことで城内は騒然となった。なぜ実明がおらぬ。砦も含めくまなく探すのじゃ。はは。その日の夕刻になり、二連議場から複数ののろしが昇った。のろしの数は全部で3つ。3つということは、人質の救出、南門の細工も全て守備よくなせたということじゃ。船の支度が整いました。うむ、策は以前と変わらぬ。わしの隊が吉田川を上り陽動に動く。八谷隊、本田隊は戸田隊、西郷隊、菅沼隊と合流し、危険地砦で、そして吉田城。合図は船からの鉄砲の音じゃ。承知ぞ。さあ東三河の制圧に動くぞ。全軍進め。ついに松平軍による吉田城攻めが始まった。本隊は大きく二手に分かれ、船で吉田川を東に上る酒井忠次隊600は陽動役となり、八谷貞次率いる主力2000は陸路で危険地砦を目指した。また二連議場に参集していた菅沼隊、西郷隊は戸田隊と合流し合図を待っていた。よし、吉田城が見えてきた。ここでよかろう。鉄砲隊構えよ。放て。酒井殿からの合図じゃ。よし、殿からお褒めの言葉をいただこうか。かれだ、忠勝、先駆けは許さぬぞ。おい、今と奥で鉄砲の音がしたが。お、小原様、敵が川を登ってきておりまする。監視兵は何をやっておったのじゃ。伏せ船の数はおよそ60艘。さほど数は多くないか。されどこの暗闇じゃ、城を出ては危険。北グルワの守備を厚めにせよ。はは。お、小原様、大変なことに。今度は何じゃ。松平隊の襲撃を受けた危険地砦が陥落となり、上昇は討ち死に、守兵らの多くは離散に。二手に分けておったか。お、小原様、大変なことに。まだあるのか、申せ。はっ、東より戸田隊は迫っておりまする。お、援軍ではないか。いや、菅沼や西郷の旗差しもあり、おそらくは松平方に寝返ったのではと。バカな。もしやせがれは戸田に。それは分かりませぬが、東の敵軍は松明の数からして千はおろうかと。牛窪に援軍を要請しても、今の国からでは早くて明日の朝か。一旦牧野殿を頼り牛窪城に落ちるのは。いや、それでは退路を断たれてしまう。ここは一旦遠江の内山城に下がり、城主朝比奈正次殿の手を借り再起を図る。小原様が三河を離れてしまっては一時のことじゃ。城が囲まれる前に抜ける。人質らも連れていく。長屋から出しておけ。はっはっは。こうして小原重実はあっさり吉田城を捨てる決断をすると、直属の家臣らを引き連れ闇夜の中東へ逃れていった。その後間もなくして吉田城は松平軍に囲まれた。さあ吉田城が見えたぞ。南門が突破できれば勝ち確定。小原重実を撃った者にはたんまり恩賞がもらえようぞ。行くぞ、先軍かかれ。さあ我らも参ろうぞ。そうだな、吉田城に向け全軍前進だ。吉田城への総攻めが始まった。指揮官不在の城兵らは混乱の中必死で応戦するも、細工済みの南門はあっという間に破壊され、松平兵は次々に城内に流れ込む。それがしが一番なりじゃ。おら、リグリグ。そ、暗くて誰が敵で誰が味方かわからぬが、とにかく放て敵を威嚇するのだ。戦つに一番槍はやれ。
蜂屋殿、撃たれたのか。う、胸を、やられた。いかん、すごい血だ。すぐにも本陣に下がり手当てを受けねば。さあ、わしにつかまれ。あ。四六隊を指揮していた蜂屋佐敦は離脱となったが、吉田城は日が昇る頃には落城となった。すでに、小原は逃げておったか。はい。捕らえた守兵が申すに、総攻めの前には城を抜けていたとも。どこへ逃げたかはいずれ判明しよう。さて、この吉田城にはいずれ松平不代の将が入ることになろうが、それまで城代を戸田殿に任せたい。頼まれてくれるか。居城、二連儀はすぐとなり、しっかり守ってみせます。小原が奪還に動いてくることも考えられる。すぐにも城の修繕に当たるのじゃ。承知しました。そうじゃ、小原のせがれを人質にしておったのじゃ。連れてまいで。はは。この者が小原重実のせがれ。はい、小原佐野焼です。いつか役に立つ時が参りましょう。貴重な人質です。それがしでは荷が重いゆえ、酒井殿にお預けいたします。戸田殿、この功は大きいですぞ。殿からもお褒めの言葉をいただけよう。楽しみに待ちましょう。東三河の拠点吉田城を奪われたことが伝わった駿河今川館では、では飯の屋の井伊家当主は桶狭間で実体直盛の一人娘次郎法師を減俗させつかせるで進めておきまする。ああ頼む。あとは吉田城を奪われた小原重実殿ですが、駿河に呼び戻すで。ならぬ。討ち死に覚悟で吉田城を取り戻せと伝えよう。はは、ではすぐにも。う、氏真様、とんでもないことが お。落ち着け。とんでもないこととは何じゃ。武田信玄殿が嫡男義信殿を謀反容疑で幽閉したと。いて、義信殿が謀反じゃと。父である信玄殿を暗殺しようと森役のオブトラマサラと画策していたことが漏れ。なんと愚かな。敗着は免れぬかと。それでは嫁いでおる妹はどうなる。場合によっては離縁も。公孫同盟の証であろうが。よもやとは思いますが、信玄殿の目は駿河に向けられているのやも。この駿河に攻めてくると。ははは、それはあるまい。されど備えておく必要はあろうかと。まずは遠州の混乱を鎮め。まだ鎮まっておらぬのか。はい。朝日などの知らせでは、いまだ伊能器達は和睦に応じぬと。伊能の訴えをすべて飲んでよいで、とっとと和議を結べ。ではそのように指示いたしまする。今川氏真が武田信玄の誠の狙いを知るのはこれより1年後のこととなる。その翌月の永禄7年11月、死ぬ気で吉田城を取り戻せとの氏真の命を受けた小原重実は、宇津山城の朝比奈正次隊とともに吉田城の奪還に動いた。牧野隊は誠に動くので。ああ、今宵この下地取りで攻めに動くと文が届いた。吉田城には戸田重貞、二連儀城には弟の戸田忠重が指揮しておる。まずはこの二連儀城を、重貞にとって吉田城よりも先祖が築いた二連儀城を指揮したいであろうで。援軍を送りましょうが。ああ、しかも自らな。遅くなり申した。援軍かたじけない。引間城の監視に兵を割いておるゆえ、さほど連れてこれなかったが。戦はすぐに終わるゆえ、案ずるに及ばず。すぐに終わるとは何故に。こんなこともあろうかと、吉田城にも二連儀城にも侍女に扮した草の者が待機しておる。戦となれば蔵に火を放つ計画じゃ。なるほど。それよりも松平に囚われておるせがれ実明を奪い返すためにも戸田重貞を捕縛したい。重貞の顔を知ってる者が一人でも多くいると助かるのじゃ。それならば力になれましょう。牛久保城の牧野隊が動きました。よし、ならば参ろうぞ。小原重実の反撃が始まった。宇津山城を出た今川軍は亀峠を越え三河に入ると川沿いを西に進軍。一方、稲垣長重率いる牧野隊は頃合いを見定め下地取りで見せめ込んだ。冷やを支度せよ。花で言う。下地取りでの異変は川を挟んだ先の吉田城からもしっかり見て取れた。そうか、牧野の奴らか。いかがしまする。闇夜のとかは危険が高い。それに火矢での威嚇に留めておるのも気になる。大原重実が動いてきました。やはり下地取りで攻めは見せかけであったか。ここに向かっておるのじゃな。いえ、二連儀城と思われます。二連儀城じゃと。あと半時もすれば城にたどり着くかと。援軍に向かうなら。ああ、向かう。皆の者、執事の支度に入れ。その頃二連儀城では。忠重様、複数の納屋から火の手が。何、すぐにも火手市に向かわせよ。はは。城内に敵の忍びがおるとのこと。足軽らが混乱しておりまする。なんだと。混乱を鎮めねばならぬ。ついてまいれ。はは。二連儀城から火の手が。あ、まずい。弟を助けねばならん。火に向かうぞ。二連儀城の火の手を確認した戸田重貞は
速度を上げ東に向かった。その様子を確認した小原重実は、やはり自ら動いてきたな戸田重実、そなたを忠臣と口にした己が恥ずかしいわ。わしを、いや氏真様を裏切った罰を存分に受けるがよい。全軍かかれ。暗闇に潜んでいた今川隊が縦に伸びた戸田重実隊の側面に襲いかかった。と、殿、右手より敵襲です。何、伏兵か。数はおそらく我らよりも多いかと。うぶふふ、おう、大手柄者の家具特備と見た。拙者がいただくとするぜ。待て、撃ってはならん。敵将戸田重実だ。捕らえて人質交換に、しまった。なるほど。大原実明との人質交換に、それがしを使うわけか。知らん、おい早く捕らえよう。はは、よるな。と、小原重実の思い通りにはさせぬ。さらばぞ、うぶと、戸田殿。戸田重実は自害して果てた。その一方は、重貞と共に二連議場に向かっていた兵によって、弟、戸田忠重に届けられた。あ、兄が、自陣じゃと。はい、敵は、人質の小原実明と交換するべく、重貞様を捕らえようとしておりましたが、それを知り脇差しを抜かれました。仇討ちだ、すぐにも馬を引け。なりませぬ、敵は、次は忠重様の捕獲に動いてきましょう。ここも長く持たぬでしょう。吉田城の兵も奇襲を受け、多くを失っております。無念ですが、川を下り、稲城まで落ちるべきかと。くそ、兄も二連議場も失うことになるのか。ささ、時がありません。あ。こうして、小原重実の策略は見事に決まり、一夜にして戸田衆を追い払い、二連議場と吉田城を回復させたのだ。同じ頃、本願寺派寺院すべての破却を終え、西三河を平定した家康は、岡崎城で年を越すと、永禄8年2月頭、主だった将を集めた。八谷殿はやはりあの時の鉄砲傷で。ああ、残念だ。貞次殿の分までそれがしが働いてみせまする。ああ、頼もしいぞ。これだけの将を集めたということは、うむ、東三河攻めだ。西三河州を動員しての総力戦を仕掛けるとなると、牛久保城の牧野からに。いや、牧野は昔より保育軍を領する国衆、当家と同盟を結んでいた過去もある。できうるなら降伏させたい。では吉田城王と。そうだ、小原重実を二度と三河の地に入れさせぬためにも、それがし自ら主力を引き吉田城を落とす。隊は大きく本隊、山手隊、海手隊の3隊とし進行する。まずわし率いる本隊は平坂街道を使い稲城に入る。山手隊の長は酒井忠次とし、東海道より保衛軍に入り、奥平隊、菅沼隊、西郷隊とともに牧野を牽制。海手隊の長は本田博隆とし、壁海州、羽津州を引き三河湾を南下し八海軍へ。田原城の南西にある今は使われていない舵取り出跡を復興させ、本陣とし、城主不在の田原城を開城させるよう打診。開城せぬ場合は力攻めとせよ。拙者が海手隊の大将に。ああ、本田不在衆の中でも広隆が一番年上。何より無茶なことをせぬゆえな。無茶なことなどしておりませぬぞ。重継は堺隊の与力、忠勝は本隊の先鋒頭であろうが。そうでした。察するに我が隊の動き遺憾で、殿率いる本隊の動きが変わるのですな。その通りだ。ほぼ無防備な田原城と高輪城、ここを抑えることで小原は南からの脅威にも対応せねばならなくなる。お役目しかと果たしまする。頼んだぞ。守備を運んだ暁には厚見軍西部を広高に与える。あ、厚見軍の半分をと。はは、張り切って戦ってまいりまする。急ぎの知らせ。おう、半蔵、申せ。は、遠江に宇津山城主朝比奈正次が稲城の本田忠次殿の調略により当家に内容するとのよし。こちらが朝比奈殿の起床門に。要した。これで小原も逃げる地が一つ減ったな。出陣はいつに。山々の雪が溶けた3月を頭とする。各自戦支度にかかれ。永禄8年3月、西の憂いをすべて取り除いた家康は全総力を投入し東三河侵攻を開始した。先行して動いたのは本田博隆率いる海手隊であった。続々と渥美半島に上陸した隊は朽ちた舵取り手を見つけると回収し本陣とした。さーて出番が来たぜ。田原城をちゃっちゃと力攻めし。その必要はない。これ城を開けるじゃとよ。なあ、なんと、わしの見せ場だ。兵を失わずに済んだのじゃ、よかったではないか。そうなのだが。ささ、田原城主の渥美の地侍らを従属させに動きましょうぞ。おお、そうじゃ、これよりわしが田原城主ぞ。渥美軍は松平不代家臣本田博隆が統治することになった。皆もこれからはわしは存じておる。それを地侍らに訴えなさるよ。そうじゃな。田原城を抑えた海手隊はその翌日には市場の高輪城も開城させ、あっという間に渥美軍の半分が松平の支配地となった。
この海手隊の進行、そして本隊山手隊の動きは逐一吉田城に届けられた。高輪城も敵の手に。ああ、しかもこの大崎と草間に砦を築く動きを見せておる。何か手を打たねばなりませぬ。家康はこの稲城に入っており、沢木砦の兵と合わせ4000、酒井忠次や菅沼貞光らはこの巻砦を囲むように布陣、その数3000は超えております。厚みの隊も加えれば1万ともなるか。ひとまず内山城の朝比奈隊を二連儀城に入れ、吉田城に兵を集中させるとする。籠城策を取るので。そうじゃ、援軍の予定があると。ない。そう、それでは籠城したとて。家康は一向一揆で痛い思いをしておる。これだけの兵を動員しては長陣などできまい。少し我慢すればさっさと帰っていくであろう。そうでしょうや。ひとまず主牧野成貞にはその旨伝えておきまするが、王家が攻められた際の小詰めはお頼みしまするぞ。ああ、取り決めの通り動くで案ずるな。ではごめん。それから半月の間、今川方の動きは宇都山城の朝比奈隊が二連儀城に移動しただけで、どの城や砦でも籠城に徹した。一方松平側も海手隊による大崎砦、草間砦の建設は進められるも、家康から攻撃の命は出なかった。動きが起きたのは4月に入ってからであった。殿、松平家康の名代大久保忠世と申す者が使者として謁見をと。ははは、家康めしびれを切らしたな。よしやおう。はは、名代大久保忠世にございます。小原重真だ。停戦交渉で参ったのじゃな。いいえ、降伏勧告をしに参りました。お、降伏じゃと。何故戦ってもおらぬに降伏せねばならん。もう積んでおりますゆえ。ふざけたことを申すな。わしのせがれを返してくれるなら、これまでの家康の非道な行いもすべて水に流してやろう。それができぬならいくらでも攻めてくるがよい。そう家康に伝えよ。ではその通りに主へ伝えておきまする。また参りまする。もう来ぬでよい。ははは、いくらでも攻めてくるがよいか。ならばお望み通り攻めさせていただくぞ。ただよ、手はず通りに頼む。はは。この翌日、ついに松平が動いた。大久保忠世、渡辺守綱率いる1500が本陣を立ち、下地砦に向かった。そしてここで二連儀城に入っていた朝比奈正次が松平方に寝返り出陣。朝比奈隊は吉田城すぐ南の危険寺砦に向かった。宇都山城主朝比奈正次は今より松平家康殿を主とすることに決めた。よって敵砦である危険寺砦に攻め入らせていただく。者ども、攻めかかれ。あの時の声は危険寺砦で始まったんだな。ああ、我らに遅れを取ってはならぬ。一気に落とせぞ。かかれ。あらかじめ襲撃に備えていた砦であったが、数の差そして士気の違いもあり、日中の間に砦は陥落となった。あらかじめ前進していた本田広隆率いる海手隊のうち、戸田忠重が二連儀城に入り旧臣らを集め、残りは龍年寺に陣を置いた。そして吉田城を守る3つの城と砦が半日で松平方に転じてしまった。どういうことじゃ。ですので市場は全て失いました。目下この吉田城は松平兵6000に囲まれており状況にございます。たった半日で何故そうなる。朝比奈実次殿の離反が大きかろうと、それを見抜けず二連儀城に入れてしまったの。わしのせいじゃと申すか。お取り込みのところ失礼します。松平家康の名代大久保じゃろ。お、追い返しておきまする。いやここへ通せ。ははは。さあて、どうしまするかな。家康の条件を申せ。申せですと。お、教えてくださいませ。一つ、東三河国衆らの人質をすべて引き渡すこと。一つ、即刻三河の地から去ること。一つ、二度と今川の隊を三河に入れぬこと。以上じゃ。わしや家臣らの命は取らぬのだな。その通り。ならば人質となっておるせがれの命も取らぬでよいな。おお、そうじゃ。殿からもう一つことづてがあった。3日のうちに勧告に従い城を明け渡すなら人質をお返しするとのこと。3日か。やってみよ。そう家康に。家康殿にそうお伝えくださいませ。よかろう。約束通り人質小原実明が解放されると、小原重真はわずかな共回りとともに三河の地を去った。ただよ、牧野の3つの砦を囲むよう指示を。はは。元忠、牧野が落ちるのも間もなくであろう。岡崎城に戻り例の剣久保様に急いでもらうよう頼んでくれ。されど銭がかかりまするが。一向寺から得た銭がある。石川一政と相談し対応に動くのだ。はは。さあ残すは牧野成貞ただ一人。一気に片付けるぞ。小原重真を撤退させた家康はすぐにも牧野攻略に兵を動かした。菅沼や西郷の隊が野瀬砦、大久保や渡辺の隊が宮下砦に、
そして酒井や本田の隊が巻き砦へ向かい、あっという間に全ての砦を包囲した。殿、ここらが潮時です。このように松平に心中を示せば所領は安堵と提示してきておるのです。くだらぬ。今川の奴らは皆撤退していったのじゃ。それどころか今川譜代である宇津山城の朝比奈までのが松平に組みした。比企間城の伊能連達も松平に通じておると聞く。すなわち遠江の懇願で今川から松平に鞍替えする国衆らがこの先も増えることを示唆しておる。負け犬ともめ。負け犬ではない。そもそも国衆は助けを超える大名に従う者。今川よりも松平の方が頼れる存在である。うるさい。あの家康に頭を下げることだけは絶対せぬ。ゲホゲホ。と、殿。なんでもない。あの様子じゃ滅亡してでも戦う気であろうな。なんと愚かな。近々砦攻めが始まろう。我らができることは砦の死守に全力を注ぐことぞ。そうですな。向こう2年間諸役免除とする条件でもダメか。はい。心中では早く戦にて決着をつけるべきとの声が増えております。動く頃合いかと。やむを得ぬか。よし、砦を囲む全軍に申し渡す。砦攻めを開始せよ。6月の頭、降伏勧告に応じない牧野成貞に対し、家康は吉田城の時と同様周囲の出城攻略から始めた。鉄砲隊、弓隊は絶え間なく放て。門を突破させてはならない。自治体は押しが絡む。いやいや、鉄砲玉に恐れず突っ込むのじゃ。北門が突破されました。城への撤退は本グルが囲まれる前に。くっ、やはり数が違いすぎる。よし、ここまでじゃ城まで撤退せよう。巻き砦の将牧野重元の撤退に始まり、野瀬砦の長木長重、宮下砦の山本重幸も次々に牛久保城に撤退を始めた。よし、撤退を始めたな。追い打ちじゃ。追い打ちしてはならぬ。なんでだよ。殿はむやみに牧野兵の命を奪いたくはないのじゃ。どうせ牛久保城を攻めることになるんだ。一人でも守兵を減らしておくべきであろうが。殿から追い打ちの命は入っておらぬ。お心を踏みするのじゃ。し、それより砦を抑えるぞ。囲碁の拠点となるでな。ああ。こうして3つの砦を奪った松平隊は砦を平坦および横詰めの拠点とすると、残す牛久保城を囲んだ。家康の本陣は伊那城から宮下砦に移され、再び牧野成貞への降伏交渉が始まった。これでもくだらぬのか。はは。奪った砦も回収して戻すと言っておるのだ。諸役免除だって2年から3年に伸ばしてもやった。まこと頑固者です。一門の牧野重元、宿老の稲垣長重らが当家に下る意義を必死に主に訴えております。今少しこれ以上の長陣は避けたい。5日のうちに返答なくは。き、緊急事態です。半蔵、何が起きた。き、今日二条御所に三好軍が攻め入り、将軍足利義輝様お討ち死に。義輝様が亡くなられたじゃと。はい。帝や朝廷も政務を止め弔意を示しております。戦をしている場合ではないか。仰せの通りです。ここは牧野との交渉を打ち切り本領に戻りましょうぞ。ただよ、今より牛久保城に走ってもらいたい。再び降伏交渉をと。ああ、賭けに出る。この書状を牧野に渡すのだ。で、ではすぐにも。うむ、全将に申し伝える。明日の朝より順次本領への撤退を開始する。陣払いの支度に入るのだ。将軍足利義輝の死を知った家康は追悼の意を込め全軍に撤退を命じた。一方、牛久保城に向かった名代大久保忠世は家康の書状を稲垣長重に渡した。と、殿、家康殿からの書状に。家康なんかにゲホゲホ。殿などつけるな、ゲホゲホ。日増しに顔色が悪くなって。案ずるな。して、書状は燃やしたか。いえ、ここにございまする。さっさとゲホゲホ燃やしてしまえ。いえ、これだけは殿に読んでいただかねばなりません。ち、見せよ。牧野成貞殿、そなたのせがれ進次郎は駿河に人質として出しておると思っておろうが、その進次郎は当家が預かっておる。何、進次郎は駿府ではなかったのか。おそらく吉田城におったのでしょう。大原殿を吉田から追放した際、全ての人質を松平側に引き渡すとの条件であったので、その中に進次郎様も。そうであったか。それがしが何を申したいかもう読めたであろう。今宵のうちに返答していただく。返答なくば当家にくだらぬと判断し、進次郎を貼り付けに処する。されどくだると申すなら進次郎をお返ししよう。吉報を待っておる。くだるの一択であろうが、ゲホゲホ。そうですな。
ではすぐにも使者として松平本陣に向かいまする。頼んだぞ。せがれが帰ってくるか。確かに新次郎様にございまする。こちらは主牧野成貞の起承門に。うむ、確かにこの先凍結大の重臣酒井忠次が吉田城代として入る。東三河のことは以後酒井が取り仕切るゆえ、その下でしっかり働いていただきたい。あは、所領安堵の件はお約束の通りに。ああ、これまで通り保井軍の所領は安堵とする。されど新次郎を返したのだ、3年の所約免除は取り消しとする。わかりました。落ち着いたら岡崎に顔を出すようにと主に伝えよ。あは。桶狭間合戦後に岡崎に入ってからおよそ5年、松平家康は西三河の織田領や水野領を除く三河の国の統一を成した。その知らせを受けた家康の重臣石川数正は織田信長の新たな居城小牧山城に向かった。では新たな将軍擁立の件は。ああ、亡きオシテル公の弟ガッケイ殿を擁立するで問題ない。関細川藤高殿からはすぐにも上洛し三好らの排除。前にも申したが、犬山城での信清の反乱鎮圧を終えたばかり。それに美濃の斎藤達興との小競り合いは各地で起きておる。そんな中尾張を離れ上洛することはできぬ。仮に各家様が間に入られ斎藤氏殿は僕がなったときは。まあそうなったのなら上洛に力を貸うぞ。あは、その際はよろしゅうに。信長様、岡崎城より石川勝政殿がお越しです。秀吉、そなたは足軽組頭なのだ、それ相応の身なりとせよ。敵地を調べるにはこの身なりがうってつけにて。城に入るときくらいなんとかせよ。信長様こそうららぬ衣を。口応えするな。ははさっさと石川殿を連れてこい。すぐにも。信長殿、お目通りをお許しいただき。挨拶は良い。で、両向きはなんだ。はっ、こちらが牧野成貞が当家に心中する旨を誓う起承門に。で、あるか。これにて主家康の悲願でありました三河全土の統治が叶いました。うむ、ようやったと伝えるがよい。はは、信長殿が武田信玄と通じ今川派の者らを動揺させたことが何より追い風となりました。さすが数正殿、その通り。見よ、信玄からの文ぞ。と、婚姻同盟を結ぶことを承諾したと。ああそうだ、年内にも俺の娘が信玄の四男諏訪勝頼に嫁ぐことになろう。そして幽閉されておる長男武田義信は廃嫡の上敷きにさせられよう。よって武田と今川の同盟は破綻となる。三河一国に満足せず道と海駿河をも売るよう励めと家康に伝えよう。はっ、その機運を得るためにもまずは国主となるべく。ははは、この乱世において三河の神なんぞ何ら効力を持たぬぞ。確かに幕府や朝廷の力が衰えてきたとはいえ三河や遠江といった田舎の地を治める上には必要となってくるのです。銭がかかるぞ。一向宗の寺より得た銭がありますゆえ。ははは、寺から巻き上げた銭を願意取りに使うか。よかろう、猿。お呼びで。まだ吉田殿は屋敷におろう、ここへお連れせよ。はは、上洛をお決めいただき感謝いたします。まだ決めておらぬ。その件で呼ばれたのでは。違う、この者は三河松平の重臣石川数正、苦行であるそなたの力を借りたいんだとよ。松平家康が家臣石川数正にございます。余は吉田新藤宗家吉田金和ぞ。銭は持っておるな。いきなりですか。今日はもうめちゃくちゃなのじゃ。傭兵を雇うにも銭はいるようでの。手持ちはこの程度しかございませぬが。まあ話を伺う程度の打賃としていただくとしようかの。ははして、世に何を頼みたいのじゃ。主、松平家康を三河の国主とさせていただきたく。ほう、これはたんまり銭がいただきそうじゃ。ほほほ、今なんと。いやなんでもない。しかし国主には簡単につけぬぞよ。承知しております。これをご覧くださいませ。当家は遡れば清和源氏に通じる価格。ほう、清和源氏の王将軍義輝公がご存命の頃であれば将軍から帝へ要請することで位階を得ることもできたが、次の将軍が定まっておらぬ今、源氏で通すにはいささか厳しかろう。そこをなんとか。どうしようかの王。銭ならばこの場合は。今日は荒れておるしの。さ、3倍でどうでしょう。帝にお通しするにも何かと面倒じゃしの。5倍では。世に全て任せよ。よろしくお頼み申します。こうして松平家康を三河の国主とさせる動きが始まった。しかし
朝廷工作は難航し、帝の許しを得ることができず、1年の歳月が過ぎていった。その間、今川氏真は松平と通じていた引間城の伊能連達を駿河に呼び寄せ殺害。一族の見附派城主堀越氏信も矛を収め、ひとまずの混乱は解消された。しかし、織田信長の娘が武田信玄の四男諏訪勝頼に嫁いだことで、婚姻同盟は締結となり、今川と武田の同盟関係は揺らぎ始めていった。そんな永禄9年の暮れ、岡崎城に勅使吉田兼勝がやってきた。殿、吉田様が勅使として入られました。今日こそ良き知らせであろうの。であればよいのですが。またもカツアゲであったら、これまで納めた銭を奪い返してやる。それは難しいかと。分かっておる。吉田殿、先に申しておくが、銭はこれ以上出せぬぞ。ほほほ、案ずるでない。こたび参ったわ。帝にご納得していただく策が整ったことの報告と、家康殿には姓は源氏を捨てていただくご覚悟を。源氏を捨てよだと。わしの意味名は八幡太郎、源義家公よりいただいたもの。根本である秩序を変えることなどできぬ。まあまあ、最後までお聞きくださいませ。ああ、その帝を納得させる策とやらを申してみよう。まず、帝より以下を賜るには同じ字を持つ設計からの要請が必要。いわば帝にお願いできる身分高き源氏のものじゃ。将軍義輝公が存命であれば、将軍よりの働きかけでことは進められたのじゃが、されど将軍不在の状況では、姓は源氏の家康殿が位を得ることがかなわぬのじゃ。つまり、新たな将軍がお付きになるまでは進まぬってことか。一年待って、そんなくだらぬ結論を聞きたかったわけではない。これまでの銭を返していただく。だから、話を最後まで聞きなされ。まだ終わっておらなかったのか。策はこれからです。こちらは数正殿に以前お借りしていたケースに。おい、明らかに画筆されておるが。そんなことはございません。藤原娘、とあるが。ええ。この徳川から世良谷氏が変わる頃に藤原氏の娘をめとったとの記録がまでの工事家の文書から見つかった。すなわちここより家康殿の家系は藤原氏となっておったのじゃ。かなり無理があるような。そんなことはない。はあ、藤原氏であれば関白子の江崎久殿と同じよって、関白から帝にお頼みし位を賜るという流れじゃ。関白をも動かさねば守護職を得ることができぬと。うむ、位を授かることがいかに銭のかかる5本5本、いかに難しいことか、よう分かったであろう。ああ、ではその策にて進めてほしい。戦時はいつ頃に。来年正月となろう。おう、間もなくではないか。よし、松平三河の神家康と正々堂々かけるのだな。松平ではいささかまずかろうかと。何故じゃ。松平氏は元は鴨神社の士官家、鴨氏の末裔。それゆえに祖父の記す書状には松平ではなく世良田の氏が書かれておったのか。三河の地にやってくる前の氏である世良田を持ち、姓は源氏の血筋であることを訴えておったのじゃろう。よし、ならば祖父を超える意味も込め徳川で参ろう。徳川三河の神家康。ここの字が気に入りません。ここに来てまたも母上。またもとは何ですか。こういう時には必ず現れまするゆえ。当たり前でしょ。氏を変える大事な決断をする時に実の母である私を呼ばないことの方がおかしい。はして徳川のどこが気に入らぬのです。徳は損得の徳、つまり損得感情で動く性根の腐った悪行領主のように領民は感じましょう。過剰に捉えすぎでは。漢字一文字で印象は大きく変わるものです。同じ徳でも徳の字なら認めましょう。徳教、すなわち儒教の如徳である徳。母上、たまにはまともなことをおっしゃられますな。たまにとは何ですか。口が滑りました。吉田殿、徳川ではなく徳川にて位階を賜ることはできるので。まあ通るであろう。では頼みまする。この翌年の正月、関白近衛先久までも動かした家康はついに祖父松平清康を超えた。みな見よ、帝より位を授かったぞ。15くらいした。違う、15位の下三河の神じゃ。まこと強烈至極、家臣一同この日が来ることを夢見ておりましたぞ。うむ、忠次もよう働いてくれたぞ。母、殿が三河の神なら拙者にはぬかたの神をお与えくだされ。与えよう。母、本田ぬかたの神忠勝様じゃ。どけどけ。忠勝のことです。戦場で誠に名乗りますぞ。ははは、よいよい、言わせておけ。それより一政、これを機に一族との線引きをつけるぞ。これまでの松平宗家問題を解決するのですな。ああ、この徳川を名乗れるのはわしの血を受け継ぐ選ばれし者のみとし、松平の一門はこの先も松平のままとする。良きお考えかと。うむ、
との今川に動きが。もしや三河に攻め入るつもりか。いえ、武田信玄が織田と婚姻同盟を結んだことに怒った今川氏真が甲州への汐留令を発布。これにより今川と武田の同盟は破綻したと捉えられまする。愚かぞ氏真、汐留の手を打っては。信玄の思うつぼにございますな。ああ、信玄に攻めてきてくださいって言ってるようなもの。まこと武田の駿河侵攻が始まるやもしれぬ。忠次は遠州の地侍らの調略を引き続き頼むぞ。はは、殿、信長殿よりご詰めの要請が。美濃の斎藤もいよいよ終わりか。はい、春から夏にかけて稲葉山攻めを決行するゆえ、小牧山にご詰めをいくらか入れてほしいとのこと。相分かった。一政、敵海軍と鴨軍より2000ほど編成し尾張に向かわせよ。はい。皆の者聞いてくれ。晴れて三河の神徳川の家康となったぞ。これも駿河で暮らす頃より近似としてそれがしを支え続けた家臣、そして父や祖父の頃より松平に従い続けていただいた不代家臣らのおかげぞ。この家康、心より礼を申す。聞いての通り、甲斐の虎こと武田信玄は駿河を狙いに動いてくると思われる。あの信玄のことだ。駿河に飽き足らず遠江も奪いに来よう。この三河一国で満足していてはいずれここも虎の餌食となってしまう。そうならぬためにも遠江国衆らの切り崩しにすぐにも着手せねばならぬぞ。これより先はそれがしを頭に、西三河を石川一政、東三河を酒井忠次、この両名を長とする新たな支配組織を築く。その三河武士団こそ強き絆で結ばれた戦国最強の軍団であると世に知らしめてまいろうぞ。さあ、帝に認められた徳川氏の誕生を祝してくれ。みな時の声を上げるのだ。永禄10年、1567年1月、家康は従五位の下、三河の神の上位を受け、三河の国を治める後任の戦国大名徳川の家康となった。その1年前より尾張の神を自称していた織田信長だが、正式に朝廷の上位を受けるのはこれよりおよそ2年後の永禄11年の暮れ、足利義昭を奉して上洛をなし、将軍に据えたことで得た従五位の下壇上昇中なのである。結果的には畿内を先に抑えた信長、そしてその後継の座をもぎ取った秀吉が先に天下人となっていくのだが、その後に江戸時代と呼ばれる260年もの長き天下太平の世を築き上げたのは徳川家康なのである。それは三州桜の中で培った人を許す心、そして勝ち抜いていくために必要なしたたかさと洞察力の賜物なのかもしれない。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない、そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。